朝の調子悪さを改善する方法。精神科医ガバサーショーのガバチャンネル。今日はアメリカシカゴで行われているスターウォーズの大イベント、スターウォーズセレブレーションの会場からお届けしています。今日は質問いただきました。 KT さん、36歳男性、うつ病治療で休職中なのですが、朝起きると不安に襲われて辛くて苦しい毎日を送って、何もやる気が起きないのですが、午後になると少し不安は良くなります。朝起きた時の不安な気持ちが良くなるでしょうか。まず朝調子が悪いという方、うつ病で非常に多いんですけども、これ本当ね、うつ病によくある重要な特徴ですね。専門用語で言うと日内変動っていうんですけど、朝ものすごく調子が悪いんですが、午後になると少し良くなってきてようやく動けるようになるという、これを日内変動と言います。午前中が調子が悪くて午後になると調子がいいという人がまあほとんどですね。なので朝調子が悪いっていうのはあなただけに特別なことではなく、ほとんどのうつ病の患者さんが持っている非常に典型的でよくある症状の一つであるということをまず知っていただきたいなと思います。ではそれに対してどう対応していけばいいのかっていうと、これは朝の散歩っていうことが決定的な対処法ということになるんですけども、いやいや朝調子が悪いんだから朝の散歩できないでしょうと、まあ患者さんはほとんどおっしゃるね。ですけども、ここが重要なとこね。朝調子が悪いっていうのはセロトニンという物質の分泌が良くないということなんですね。なのでそれを良くするには朝の散歩、朝太陽の光を浴びて運動するってことが必要になってきます。朝調子が悪いから朝外に出られないんですっていうけども、それが原因になって午前中の調子の悪さっていうのをむしろ強めているということが言えますよね。だから朝調子が悪いというのは症状でありうつ病の結果なんですけども、原因でもあるんですよ。だから午前中が調子悪いです、朝起きれませんってことで、ずっと毎日昼まで寝ている生活をしていると、まあそれはそれで楽でいいのかもしれないけど、じゃあうつ病治るのかっていうと治らないよねと。なぜかというと、うつ病っていうのはセロトニンが下がって起きる病気だし、セロトニンを作るためには太陽の光を浴びるってことがほぼほぼ必須なので、なので昼まで寝ている生活をしている限りはまあうつは治らないということがあります。だからできる範囲で少しでもいいので30分散歩しなくていいので、3分でも5分でもいいですし、とりあえず朝起きて服着替えて5分でいいから外に出るとか、日向ぼっこをするとか、あるいは散歩できないのであれば家の中で一番明るい部屋に座ってるとか、本当家の外に一歩出るだけでセロトニンを活性化するだけの太陽の光を浴びれるので、服を着て一歩でも外に出ていただくということから始めていくということですね。最終的には30分ぐらいのね散歩っていうのができるようになるとものすごくいいですし、それができるようになるとものすごくまあうつ病っていうのも治ってくると、朝の調子の悪さっていうのも少しずつ朝日を浴びたり朝運動したりすることによって治ってくるので、原因なのか結果なのかというと両方なんですけど、原因を取り除くように少しずつ早起きをしていく。早起きも今昼の12時まで寝てる人は11時に起きてみる、11時に起きてる人は10時に起きてみるってことでね、だいたい1時間ぐらいずつ早めるっていうことを目標にしてやっていくといいのではないかと思います。ということで、午前中調子が悪いのは朝早く起きて運動したりする朝の活動していかない限りなかなか治りづらいので、非常に苦しいとは思うし非常に大変だとは思いますけども、できる範囲で少しずつ朝早く起きるようにしたり、朝外に出たり朝運動出たりするようにしてほしいなと思います。カバチャンネルではすでに1500本の動画をアップロードしていますが、この全動画をリストにしたものを皆さんに差し上げます。1500本もあるのであなたの悩みの 95% が解決するはずです。1500本全動画リスト、ここからダウンロードできますので、ぜひダウンロードしてください。 PDF ファイルなどで検索もできますから、あなたが見たいテーマを簡単に検索して見ることができますよ。